権力こそ私の快感だった。もちろん敵じゃ。お前の一言が生まれてこの方一番心地よかったぞ。バカ、ベナレスに逆らって勝てるわけ。オーダー！どうしたの、ヤクモ。ごめん、起こしちゃったか。大丈夫。それより何してるの。オーナーの夢を見て目が覚めちゃったんだ。ワンさんの夢。ああ。さ、中に入ろう。3人目のサンジアンを探し出せ。それ以外のことは考えるな。3人目が見つかるまではお体の大事をとってカイアンワン様の覚醒を控えておる。しかしそのお体も聖魔石の核の中ではもってあと半年。それまでに何としても3人目を見つけねばならん。なんという年々ナーガの力も弱まっている。これ式の力ではいくら集めてもサンジアンを探し出す新たな術の開発など無理だな。恐ろしいお方じゃ。波の魔物では制しきれぬほどの陣を集めまだ足りぬとおっしゃられる。全くもって恐ろしい。恐ろしいが反面己を過信しすぎてはおりますまいか。何が言いたい、スパズグ。三人目を探すのも結構。確かに我らには時間がない。しかしそれではあまりにもパールバティを野放しにしすぎませぬか。いつ何時瞬回のようなものが現れパールバティを中心として徒党を組むやもしれませぬ。そうなったら厄介ですぞ。このカイアンワン様のご神女とて安心しきれませぬ。女子供に構う時間はない。もし三人目獲得の邪魔になったらその時はパールバティのことも考えよう。それまでは待とうではないか。パールバティとそのウーン。氷河の中に氷漬けにされたウーを見つけたのです。聖魔様、グプター様のもとへお急ぎください。
ありがとう。それを知らせるために来てくれたのね。こんな目に遭いながら、バイタチのために。話は分かった。さあ、ゆっくり体を休めなきゃ。どう？ようやく落ち着いたみたいです。今眠りました。まあ兵馬の戦士だ。あの程度なら命に別状はないだろうが、一体誰が彼女をあんな目に遭わせたのか、それが問題だな。ヒマラヤで氷漬けのウーが見つかったそうです。何ですって？本当かそれは？ええ、それを知らせに彼女は来たんです。そして日本に着いた途端に何者かに襲われた。まさかベナレスたちが？わかりません。でもゆっくりはしてられない。とにかく急いでグプターのところへ行ってきます。そうね。ウーあるところにサンジアンあり。新たなウーが見つかったってことは新たなサンジアンがいるってことだものね。ええ、ベナレスたちに先を越される前に何としても俺たちの味方になってもらわなきゃ。これは何があったんだ？セーマ様、どうしたの？これ、ウーです。ヒマラヤから収容したウーが氷を割って逃げてしまい。なんだって？じゃあもういないのか、そのウーは？申し訳ありません。まさかいきなり暴れ出すとは思わなかったものですから。5日前、ヒマラヤから空輸してこの部屋に収容したのですが、その直後にウーは目覚め、このありさまです。